やはり1年目と大きく違うところは、その2年目、まさに今、復興に向けて被災地をどうするか、それが住民の方々の中で大きな争点となっていると思いますね。合わせてもう一つ言えるのは、この2年目になって報道量が圧倒的に減ったということでしょう。それはとても被災地としては危惧していることで、実際私たちが今回心がけているのは、その2年目以降は、まさに今後、被災地からの発信が必要になってくるんですね。忘れられないために、そして関心を持ち続けていただくために、やっぱり決してこう、実はそういった支援とかっていうのは、決して専門や立場、役割などが与えられてこそ発揮されるものだけではなく、実は国際協力の姿勢でもあるんですが、単純に見て見ぬふりしないという姿勢、それは埋もれてしまって不便を感じている高齢者の方々、相談できずに悩んでいる人たち、この都市型の中、隣近所のことなんて関心が薄れた時代にもなりました。ですが、やはり今こそちょっとした意識だけでも、その目は蜘蛛の巣のように広がっていき、多くの方々をそのネットに包んであげられることができるんではないかなと私は思っております。自分たちが動き、自分たちが主体的になって取り組んでいくフェーズに3年目は来ると思いますね。なので、多くこう一方的に与えたり、また関わるような支援というのは、2年がやはり節目かなと私たちも見ております。地域の皆様の活動に変わっていくのではないかなと思っておりますので、それも時期まで私たちは関わらせていただくように考えていますうまね。くこうバトンタッチできるようなその通りで機す会ね。がね、はい、あればいいですね。その通りでなするね。ほど。わかりました。重い苦しみを抱えながら、今何とか生活をしている、何とか生きている方々というのも大勢いるわけですね。で、そういった方々に積極的に医療にかかってください、また、アルコールはやめてください、パおチン薬をコ飲んでくださいとかね。なかなかそういうのを言うのはたやすいことです。ですが、大事なことは、私たちの姿勢としては、そういった方々がもしふと何かつかみたいものがあった時につかめる、その綱でありたいと思っているわけですね。その方々が手の届くところに、一歩出せば掴めるところに、そのアンテナと同時に、さまざまな人たちが、さまざまな支援が置かれていることが大事なのではないかなと思います。